バレアレス諸島大学は、スペインバレアレス諸島州の公立大学、マヨルカ島のパルマデマヨルカに拠点を置く。1978年にパルマ大学として設立され、1985年にバレアレス諸島大学に改称した。講義には、カタルーニャ語、スペイン語、英語のミコト語が使用される、ビベス大学ネットワークに加盟している。 理学部アラゴンをフェルナンド2世は1483年、パルマデ・マヨルカにリュリア総合学院を設立することを承認した。この学院の名称は、マヨルカ島出身の哲学者である、ラモン・リュイにちなんでいる。リュリア総合学院は1835年まで運営されたが、同年に閉鎖された。それ以後のバレアレス諸島に高等教育機関はなく、 高等教育を志す学生は、スペイン本土のサルベラにあるサルベラ大学に通い、サルベラ大学が閉鎖されると、バルセロナにあるバルセロナ大学に通った。バルセロナ大学の援助によって、1949年には、リリア総合学院が復活し、哲学部と文学部の家庭が提供された。1972年には、バルセロナ自治大学とバルセロナ大学に付属する。 理学部と芸術学部の家庭が加わり、その後法学部が設立された。1978年には、デュリア総合学院が、バルセロナ大学やバルセロナ自治大学の付属機関の座を離れ、パルマ大学となった。1983年には、パルマからバルデモーサに向かう途中に、新キャンパスが開設された。1985年には、パルマ大学から、 バレアレス諸島大学に改称された。1992年には教育学部が、1993年には観光学部が、2000年には心理学部と高等技術専門学校が開設された。1996年からはバレアレス諸島州政府から資金が提供されている。1998年には、イビサ島とメノルカ島にも新キャンパスが開設された。 2007年にはパルマデマヨルカの中心市街地とバレアレス諸島大学を結ぶパルマメトロの1号線が開業した。ウィキテータコーアード座標データがありません。ありがとうございます。